アントニオ・カルロス・ザーゴは、ブラジル・サンパウロ州、プレジデンチ・プルデンチ出身の元サッカー選手、同指導者、元ブラジル代表。選手時代のポジションはディフェンダー。通称アントニオ・カルロス。日本での選手時代の登録名は、アントニオ、ヨーロッパでの登録名並びに、日本での監督時代の登録名は、ザーゴ。1990年、サンパウロ FC で、 プロサッカー選手としてのキャリアをスタートする。そこで3年を過ごした後に、スペインのアルバセテ・ブロンピエに移籍するも、1年で、ブラジルに戻り、サンパウロ FC のライバルクラブである SE ・パルメーラスで3年間プレーする。1996年には再び海を渡り、日本のカシワ・レイソルに移籍。しかし、1年で母国に戻り、コリンチャンスの選手となる。 1998年1月には、イタリアの AS ローマに移籍し、2月11日のレッチェ戦でセリエ A のデビューを果たす。ローマでは、同胞のアウダイールラと共に DF ラインの主力として、チームを支え、特に2000から01シーズンには主に、ワルテル・サムエル及びジョナタン・ゼビナと3バックを組み、左 CB として、チームの18年ぶりのスクデット獲得に貢献した。 2002年5年間を過ごしたローマを退団。その後トルコのベシクタシュ JK、母国のサントス FC、EC、ジュベントゥージを経て2007年にサントスで現役を引退した。1991年10月30日のユーゴスラビア戦で代表デビューを果たすと1993年まで継続して招集される。その後は声がかからない時期が続くも、 エースローまでの活躍を受けて1998年から2003年まで再び代表の一員としてプレー。コパアメリカ1999のメンバーにも選出され優勝を経験した。母国のコリンチャンスでテクニカルディレクターを経験した後、2009年6月に a d カ回ターノの監督に就任。アウェーでルス・パルメイラスに 歴史的勝利を飾るなど、監督業として、好スタートを切った。2010年2月にはそのパルメイラスの指揮官になるも、成績は振るわず、3ヶ月で辞任した。その後、いくつかのクラブを転々とした後、2013年1月に、再び、イタリアに渡り AS ローマのアシスタントコーチとなる。同年10月からは、ウクライナの FC シャフタールドネツクで、ミルチェアルチェスク監督のもと、 アシスタントコーチを務めた。2015年にはブラジルに戻り、監督業を再開。EC、ジュベントゥージを率いた後、クラブ初の降格が決まった SC インテルナシオナウの指揮官に2016年12月12日に就任した。しかし、2017年5月28日に指揮官の座を下ろされた。同年8月20日には、セリエ C のフォルタレーザ EC の新たな指揮官に、 就任すると、セリエ B 昇格を果たした。ホルタレーザの指揮官を務めている同年10月26日に、ホルタレーザとの契約終了後には再び、ジュベントージを率いることが発表された。2018年、オーストリアの大手企業、レッドブルグループが経営する、レッドブルブラジルの監督に就任。翌2019年に、当時、セリエ B にいた CA ブラガンチーノと、 合弁し、同チームの監督に移動。そして、同リーグで優勝を果たし、セリエーシに導いた。シーズン後、契約は延長せず辞任。2020年1月2日、J1 リーグの鹿島アンドラーズの監督に就任した。しかし、2021年4月14日、成績不振により解任された。2021年7月14日、 ボリビアのクラブボリバルのオーナーであるマルセロ・クラウレが自身のソーシャルメディア上でザーゴの監督就任を発表した。なお、クラブボリバルはシティフットボールグループのパートナークラブとなっている。ありがとうございます。